どうも肉まんです。今回コストコで買ってきた商品のご紹介をしていきたいと思います。コストコオンラインショップを見てたら、オンライン限定商品で薬売りの練り黒ごまというのが販売されてました。2瓶ついてて3298円。これすごく気になります。以前薬売りの練りきな粉を購入した時とても美味しかったので黒ごまも食べてみたいです。まずは気になった商品からご紹介します。口腔洗浄機ジェットクリーン、お値段が7480円でした。ノズルが4本ベッドでついてるので家族みんなで使えるジェットウォッシャー。ジェットウォッシャーは歯間の汚れが本当にすっきり洗浄できるのですごくいい商品ですよね。あとはブルーのホットプレートグランデサイズ、お値段が1万880円でした。今回グランデサイズというのが販売されてたんですが、中は平面のプレートとたこ焼きプレートがついてそうです。そして今まで見たことのないブルーのような紫色のようなカラーが販売されてました。見た目が可愛く惹かれちゃいました。あとはブラック&ブルームステンレス製フードストレージ、お値段が6998円でした。蓋付きの保存容器が4個入ってます。ステンレス容器で、上の蓋はしっかりと真空パックができるような蓋でとっても便利そうです。そしてこの商品電子レンジも可能、オーブンにも対応してるみたいです。あとはトラモンティーナクックウェア3点セット、お値段が8858円でした。すべて IH 対応みたいですね。フライパンとかもすごく使いやすそうなサイズ感、そして見た目も良かったです。あとはステーキナイフ6本セット、お値段が4498円でした。ステンレス製木製ハンドル付き、6色のナイフが入ってるみたいなんですが、容器も本当に可愛らしく持ち運びができそうでした。1本あたり750円はお安く、単品売りだったら即買いしてます。すごく気になってはいるので割引を待ちたいと思います。あとは犬用玩具アソートセットクリスマスバージョン4個入り、お値段が2498円でした。クリスマスの商品扱うの早い。こちらの商品はデンタルトイといって獣医師と開発、歯の汚れを落とす作用もあるみたいです。遊びながら歯もきれいにしてくれたら嬉しいですね。あとはイナバ魚づくしマグロカツオ24袋入り、お値段が1388円でした。このパッケージの商品、うちの子たちにはあげたことがないので購入しなかったんですが、いつもこの商品愛用されてる方には良さそうです。うちの子たちは結構好き嫌いがあるので、事前に食べるか確認してからじゃないと購入できないです。あとはアリエール未来、お値段が1888円でした。本体 510ml、 詰め替え 1220ml が2袋入ってるみたいです。通常の2倍濃縮コンパクトタイプみたいで、使ったことない洗剤 P&G さんなので割引を狙って購入したいと思います。意外とこの本体ボトルついてるのはポイントが高いです。あとはピュアバターリエージュワッフル12個入り、お値段が1578円でした。個包装になってるのでお茶菓子に良さそう。あとはバラマンディフィレ100g あたり238円でした。バラマンディ聞いたことがなかったんですが、海上養殖されている海外で大人気の脂の乗りのいいお魚です。ベトナム産のお魚みたいなんですが、泥臭さがなければ嬉しいですね。あとはスターバックスドリッパーセット、お値段が3398円でした。今回はマグカップではなくドリッパーがついてます。裏面にはこんな感じで描かれてました。見た目がいいですね。あとは CP シュリンプワンタントムヤムスープ6個入り、お値段が1998円でした。トムヤムクンスープベースにエビワンタンが入ってるという商品で、これとっても気になりました。トムヤムくん大好きなので次回購入したいと思います。これ絶対美味しいだろうな。あとはゼロソーダピーチ炭酸飲料、
500ml 12缶入り、お値段が1968円でした。常識を破った開け閉め自在のキャップ、最後まで美味しくフレッシュに。見た目は缶っぽいんですが缶ではなさそうなので、この容器にすごく興味を持ちました。韓国産のジュースなんですが、こういう変わった容器は一般的なんですかね。あとはオーガニックピーナッツバターパウダー 850g 入り、お値段が2598円でした。ピーナッツバターパウダー、どんな時に使うんですかね。オールナチュラルと書かれてたので原料にはこだわられてそうです。あとは青汁フルーツミックス 200ml 24本入り、お値段が1798円でした。こちらの商品試飲をやってたので飲んでみたら、リンゴベースですごく飲みやすかったです。スーパーにも販売されてると思うんですが、1本あたり75円はお安いのかな。あとはバスボール6個セット、学研の図鑑ライブ、お値段が1980円でした。今回は男の子が喜びそうなラインナップです。あとは韓国産 BB ラボ 2g 90包入り、お値段が3858円でした。フランス産フィッシュコラーゲンペプチド 1500mg 含有、インナービューティーのための10種の原料を配合してるそうです。1日1包と考えるとコスパいいと思います。これはすごく気になる商品。あとはコラリッチコラーゲンショット 50ml 20本入り、お値段が2848円でした。これも9種の美容サポート成分が入ってるみたいです。これも肌に良さそう。あとは柿の種6種アソート、お値段が1458円でした。パッケージもすごく高級感があり、コストコにしては量は少なめです。 55g のものが6種類入ってます。ちょっとお高めですが、お酒のおつまみに良さそうです。あとは佐久山チョコジロー、お値段が1678円でした。スーパーでも売ってる商品なんですかね。ちょっと見たことがなかったんですが、お子様は喜びそうな見た目。あとはベジタブルチップス 450g 入り、お値段が2258円でした。いろいろな種類が入ってて飽きなさそう。今回フードコートで購入しなかったんですが、ローストポークサンドイッチというのも販売されてました。お食事系ではちょっとお高め、980円という価格です。一回は食べてみたいですね。次回購入したいと思います。そして今回はフードコート新商品情報にもあったハニーシークワーサースムージーピーチサンデーを購入してきました。ハニーシークワーサースムージーはシークワーサーの甘酸っぱい柑橘の味がしっかり楽しめつつも、ハニーの甘さがしっかりあるので酸味が苦手な方でも美味しくいただけると思います。私は酸味の方が強い方が好きなので、ちょっと甘ったるく感じましたが、十分美味しく暑い今の時期にぴったりだなと思いました。そしてピーチサンデーはバニラのソフトクリームに缶詰のピーチのようなものが上にトッピングされてます。缶詰系のピーチあんまり好きではないんですが、シロップをしっかり切ってトッピングされてるからか、バニラソフトクリームのミルキーさとよくマッチしてました。とっても美味しかったです。結構さっぱり食べられ、いつも多いなと思うソフトクリームが一人でも食べきれました。久しぶりにバニラソフトクリームを味わったんですが、やっぱり美味しいですね。それに感動しちゃいました。今回買ってきた合計点数17点、合計金額 23,531円でした。それでは早速紹介していきましょう。まずはじめにたっぷり拭ける超厚ウェットシート20枚10パック入り、お値段が通常1398円のところ割引してて1098円でした。1パックあたり110円です。激落ちくんのウェットシート、洗剤不使用なので電子レンジ、キッチン、冷蔵庫、食卓、いろいろな場所に使えます。ちょっと前から販売されてて割引を狙ってました。
厚手のシートなので使いやすそうです。あとはいつも買ってるリピート商品、こんな感じで購入してきました。エステティックマスクは割引してたので家族に頼まれてます。シュレッドマーブルチーズも割引時よく購入してるリピート商品。ちょっと前にツナフレーク買ったんですが、今回割引だったのでストック用で購入です。どれもおすすめ商品。続いてイタリア産パスタアソートセット 500g9 パック入り、お値段が通常1780円のところ400円引きしてて1380円でした。こちらの商品、先週冒頭でもお伝えしたんですが、とってもお安く、やっぱり購入しようと思い今週購入してきました。中を開けてみるとこんな感じで入ってて、ペンネ3種類が2袋ずつ入ってます。そしてスパゲッティも3袋、割引時購入してるので1パックあたり153円、本当に破格な金額です。ちなみにこちらの商品、コストコオンラインショップにも販売されてて450円引きをやってます。1448円で買えるので店頭等60円しか変わらず購入できるので、ぜひ気になった方オンラインショップで購入してみてください。続いて久世福商店白エビせんべい万能だし味 13g 20袋入り、お値段が1198円でした。1袋あたり60円です。白エビせんべい、名前を見ただけで即カートインです。北陸に行くと白エビせんべいは必ず購入してます。今回は万能だし味ということで、どんな味なんだろう、しっかりエビの味もしてくれたら嬉しいです。続いてマーラーポーク 100g あたり188円、1633グラム入ってて3070円でした。お肉コーナーから久しぶりの新商品、今回は辛いお肉です。ホアジャオも使われてるみたいなのでちょっと癖があるのかな。続いてラフテー油そば 100g あたり149円、1282グラム入ってて1910円でした。ラフテーはちょっと前に食べとっても美味しかったお肉なので、これは期待してます。そして煮卵もとっても美味しそう。続いてターティスベジタブル&ゴートチーズ10個入り、お値段が1698円でした。1個あたり170円です。ターティス、聞き慣れない名前なんですが、食べやすいサイズ感、すごくサクサクしてそうなパンでとっても美味しそうです。異国の味が楽しめそうです。今回はこんな感じで買ってきたもの以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今回フードコートで購入したスムージー、そしてサンデー、どっちも美味しかったので、ぜひ挑戦してみてください。ピーチサンデーはすごくさっぱり食べられたので、次回も購入したいなと思ってます。今回私購入できましたが、白エビせんべいは特に人気がありそうだったので、見かけたらぜひチェックしてみてください。今週もいろいろな新商品多めでした。その中でも気になる新商品ゲットしてきたので、開封編もお楽しみに。